はい、どうもみずにゃんです。本日の、動画なんですけど、渡辺真琴が略式起訴されたことと、あとね、連日、動画で話をしているあの事件をなぜメディアは報じなかったのかというね、話をしたいと思います。まあ、まずね、当時15歳の女子高校生にわいせつな画像を撮影させて暴露され炎上し、で逮捕された渡辺真琴くんが略式起訴されたということなんですけど、まあ、この件なんだけど、逮捕されるきっかけになった事件では、不起訴なんですよね。でその後、同じ被害者に、別日にわいせつな画像を送らせていたことが分かって、そっちの方が、児童ポルノ禁止法違反の罪で略式起訴をされたということで、まあ、略式起訴っていうのはね、まあ、どういうものかっていうのを分かってない人もいるんで、まあ、簡単にこう説明をするとね、で検察官が法廷での裁判を求めないで簡単な手続きで裁判することを求めるやり方なんだよね。で主にね、こう書面で行われるはずなんだけど、で地方裁判所じゃなくて簡易裁判所で扱うんです。でただね、こう略式起訴をするためには条件があってね、で事件が簡易裁判所の管轄であること、で100万円以下の罰金であることなんだよね。だからまあ起訴された側もいちいち、公開で裁判を受ける必要もないから、まあ、これで済ませることも結構多いんですよ。でもしね、嫌だったら正式に、公開の裁判をしてくれって、まあ、求めることも、できるんだよね。で今回ね、こう渡辺真琴も児童ポルノに関しては初犯だし、連日、テレビや新聞でも報道されて社会的にバッシングされた、で事件のきっかけにもなった YouTube もやめたってことで反省したと思われたんだと思う。だから不起訴にはできないけど、100万円以下の罰金でいいかっていう、まあ、検察官の判断だったと思う。まあ、多分ね、こう渡辺真琴自身は、まあ、これに抗うというよりは、まあ、略式起訴命令だから、まあ、それを受け入れるかっていうことで、まあ、罰金を多分ね、裁判所の方に納めるんじゃないかなと思います。でまあ、この件に関してはね、まあ、渡辺真琴、まあ、一件落着ということで、まあ、今後ね、渡辺真琴自身、まあ、前科がついてですね、まあ、それで生活していくわけなんですけど、まあ、それはまあきっとね、大変なんじゃないかなというふうにね、まあ、思います。で、まあ、続いてなんですけど、まあ、連日こう動画で話をしている、まあ、旭川の、まあ、14歳少女、ね、投資事件の話なんだけれども、で、まあ、昨日あたりからね、やっと、全国のこうメディアが、まあ、報じ始めました。で、まあ、なんでね、こうこれまでメディアは報じなかったのかっていう話なんだけれども、これ結構ね、いろんな人にね、まあ、聞かれてるんで、まあ、これちょっと説明をしていこうかなと思っています。で、なぜね、この事件に関して、で、つい最近までこうメディア報じなかったかっていうと、これはね、まあ、メディアの闇というか、このメディアのね、こう都合もあるんですよ。で、これ別にこうメディアを擁護するわけでもないんだけれども、このね、メディアの都合というのはこれ分かってほしい。で、メディアが何か事件を報じるときっていうのは、二通りのパターンがあるんですよね。で、まず一つ目が、これは、調査報道っていうやつです。で、まあ、調査報道っていうのは、メディア自身がネタをつかんで、それについて一生懸命こう調べて、で、分かったことを新聞とかテレビとかで報じるやり方ね。で、まあ、これ結構政治家のスキャンダルとか、で、あとは、まあ、行政のスキャンダルとか、結構こういうものでよく行われるこうやり方なんだよね。で、もう一つが、このね、発表報道っていうやつです。で、発表報道っていうのは、まあ、警察官、とか警察署とか、であと、まあ、市役所とかで教育委員会とか、そういうところに、まあ、ついているそのね、新聞社のその記者とかが、でそこから発表された内容を、そのままね、こう新聞に掲載したりとか、まあ、するんですけど、まあどちらかというとね、今の新聞とかテレビとかっていうのは、そう調査報道よりも発表報道の方が多いんだよね。でやっぱりね、これってね、メディアの都合っていうのがあって、で、まあ、例えばね、こう役所の方には記者クラブっていうのがあるんですよ。で記者クラブって言って、そこに、まあ、いろんなね、こうメディアが、まあ、参加してるんですね。で、まあ、記者クラブの中にはやっぱりルールがあるわけよ。でもちろんその他よりも早く報じちゃいけないとかね、で、まあ、他を出し抜いちゃダメですよみたいな、
みんな一斉に用意ドンですよみたいなこうルールがあったりとかして、であとはねその役所とかそういうところに盾ついたりとかすると、自分のその新聞社、自分のテレビ局だけがその発表報道の輪とかからこうはぶられちゃったりとかして、でまあその他のね、メディアとかが報じた情報とかがこっちの方に流れてこないっていうこともあるのね。で新聞社とかでテレビ局とかにとって一番ね良くないことっていうのが何なのかっていうと、これはね社内の評価として一番良くないの、良くないのが何なのかっていうと、で他のこうメディアが報じている発表報道っていうのを自社がその報じないことなんですよ。でこれは本当にこう新聞記者の人とかでテレビ局のこう記者とかの評価にこう関わることだから、あんまりこうねメディア自身がそういう役所とかそういうところに立てつけないっていう事情もある。だからまあなんだかんだで結構昔からこう記者クラブ批判っていうのがあって、でまあ記者クラブをなくすべきだっていうね、ジャーナリストの人たちもいたりとかするんだけれども、まあ今もなおねこの役所とかには記者クラブっていうのがあって、で記者クラブと結局メディアがまあその癒着をしてるとは言わないけれども、まあお手手をつないでやってるっていうような現状もあったりとかする。でまあそのね、今回の件なんだけれども、まあ、特にねこう一番メディアがこう重要視してるのは何なのかっていうと、このね事件に関わっている人たちっていうのが全員その未成年であるってことなんですよね。でメディアの都合上どうしても少年法とか、あとはメディア倫理ねの壁とかがあったりとかして、で未成年にこう関する報道っていうのは慎重にやりましょうねっていうような、まあ、ルールが一応あるんですよ。でどうしても今回の事件っていうのは、全員関わっているのが未成年であるということで、あとは事件の内容にこう猥褻性が、絡むということで、まあこれはいろんな未成年の人たちの権利を守らなきゃいけないよねっていうことで、どうしてもそのメディアの人たちは、まあ、その報道するのにで二の足を踏んでいたっていうことなんですよ。でまあ昨日ねやっとまあこの件っていうのが大々的にこうね報道されていたんだけれども、これはなんでなのかっていうと、これ市役所の方からね、まあ、この件に関してのね、会議をやりますと、で教育委員会と市長が、揃って会議をやりますよっていうような発表があったから、じゃあそれでじゃあその市の発表だからっていうことでこれは報じることができるよねって、でそこでこうやっとメディアも思い越しを上げたっていうことなんだよね。でまあもちろんね、まあこれ少年法を変えなきゃいけないのかどうかっていう議論になってくると今後思うんだけれども、まあ僕はね少年法というのは変えた方がまあいいと思うんですよ。であとはもちろんね、まあ今回の件っていじめじゃなくて僕は犯罪だというふうにね思ってる。でもさやっぱさ学校教育の現場っていうのはその学校の中学校の外で生徒同士で起こったこととかでも犯罪ではなくていじめで処理をしようとするんだよね。で学校の中でこう処理をしようとするのがまあ現状としてあると。だからまあその学校とかにあんまりこう警察を介入させたくないと、で警察介入するとものすごく面倒くさいことになるから嫌だっていうような大人の事情とかもあるから、それをなんかねぶち壊すために僕はいじめはいじめでちゃんと罰せられるようなそういう法律を作ったらいいんじゃないのっていうのをね、まあ個人的にはね思ってるんだよ。でまあ最近ってさ結構その子供よりもこうなんか大人よりも子供の方が結構学校現場って強くなっていて、で例えばこう学校の先生とかがじゃあいじめを対処しましょうっていう時にそのいじめている側の親とかがうちの子がいじめをするわけないでしょって言って、まあこれモンスターペアレンツなんだけれども学校側にこう強く出てくる場合ってあるんだよね。で、まあ、そうなってくると学校の先生も生徒の親とのこうトラブルっていうのは自分の査定に関わったりとか出世に関わったりとかするからできる限りこうなんか避けたがるんですよ。でそうなってくるとやっぱりこういじめを解決しようとしても、なあなあな調査であったりとか、なあなあな対応に終わってしまうっていう現状も、あったりとかする。だからやっぱりこうメディアとかもね結局未成年のことに関しては慎重になってしまうし、で学校教育の現場でも未成年のことに対してはまあ慎重になっちゃうよねっていうようなまあことになっちゃうんですよ。
で、まあ、これもなんでそんなにこう慎重になってしまうのかっていうと、まあ、やっぱりこう未成年のことに関して、であまりにも未成年のプライバシーを傷つけたりとかするようなことをメディアであったり学校とかがやってしまうと、それに対してこう、まあ、怒りを覚えるような、まあ、その人権派のこう大人の人たちって結構世の中にいっぱいいたりとかして、でそういう人たちとかからのバッシングがやっぱりすごくなってくるんですよね。なんで、まあ、どうしてもその未成年のプライバシーに関わることであったりとか未成年絡みとかに関してはメディアも、ね、それこそ、学校教育の現場でも、慎重に扱わなきゃいけないよねっていうことでなかなか報じたがらないというような事情もあって、で今回報じなかったというようなお話でございます。はい、ということで、まあ、本日の、動画なんですけれども、この動画をね見てくれてありがとうございました。以上、みずにゃんでした。